運の広し作女医師・町医師深町良平のところに女はなれないとされている医師にどうしてもなりたいと弟子入りをした女がいた。なぜなぜりたいのか 彼女は不思議な訳を話した「運の広い小粋な江戸の物語」シリーズ「江戸を語れ」から「女医師」「君江さんの朗読」です先生私を弟子にしてくださいいきなりそう言われても。 困ったね。どうしてです私じゃダメなんですか深町良平はびっくりしたように女を見た。あの日から三日ほどが過ぎている。この女は、いや、あの時は男だと思った。思わず笑いそうになって彼は咳払いをしてこらえた。ため男と名乗ったが、 これまた紛らわしい。あの日、両平は四谷見つけから千駄ヶ谷にある自宅までの帰り道であった。風の強い日でひどい砂ぼこりに悩まされた。金正寺の門を過ぎたあたりで突風がまともにぶつかってきて、彼は立ち止まらなければならなかった。その時、落ちた 誰か助けろと言った慌ただしい叫びが聞こえた。近くの不審中の家が潰れて怪我人が出たらしい。両兵が駆けつけてみると柱が倒れ折り重なっている下から一人の男がようやく助け出されたところであった。彼はそばに寄って私は医者だ見せてくれと言った。足が押し潰されている。 意識はなかった。隣の家に運ばせ、湯を沸かしてもらうよう頼んで、両平はいつも持っている道具箱から小刀を出して、男の衣服を切り開いた。仲間らしい職人が手伝った。血が噴き出してくる腹部が裂け、腸がこぼれていた。彼は職人に手伝わせて止血をし、腹部を縫い合わせたが、 もう助からないことが分かっていた。熱い湯を絞って体を拭いてやり、新しい湯を持ってきた職人に、死んだよ、と言った。職人は手を合わせて、かわいそうに、とつぶやいた。それを聞いて、両平は驚いて言った。なんだお前は女なのか 黒っぽい細かい島の働きにで手ぬぐいのほっかむりをしていたから男の大工か職人に見えたのである。体つきも大柄で男に引けを取らなかった。顔は泥と血で汚れていた。すみません、と女は言った。いや、謝ることはない。私が間違えたんだ。 それにしても驚くほどしっかりした女だと、両平は密かに感嘆した。さっきのひどい傷を見れば、男でも気持ちが悪くなってしまう。しかし、この女は黙々と手伝ってくれた。顔を背けもせず、声も出さずに、血まみれな体を拭いてやっていた。 なんて運が悪い人だろう。と、女は言って、ぽろりと涙をこぼした。その静かな悲しみが、胸に迫った。私は、深町良平という医師だ。駄田谷に住んでいる。もし役人が来たら、そう伝えてくれ。ありがとうございました。 私はタメオと申します。両平は木戸に着いた。儚いなと、さっきその死に立ち会った男のことを思った。そして、泥で真っ黒な顔をしていた男のような女のことが浮かんだ。それから三日して、彼女が突然訪ねてきたのである。 そしていきなり、弟子にしてくれと言ったのであった。どうしてダメなんです私が女だからですかそれもあるが、弟子は取っていないんだ。私は駆け出しの医者で、四谷の横井丹節先生の手伝いをしている。見てくれ。こんな貧乏暮らしさ。弟子なんか持つ余裕はない。 何もいりません。ここに置いていただければいいんです。相変わらず男のような身なりであった。顔は日に焼けて歯が白かった。もし女だからダメだと言うなら、とためオは言った。男になります。だからここに置いてください。男として扱ってください。 両平は断ろうとして、ふとこの女のひたむきさに胸が詰まった。弟子になるために男になろうとしている。一人の人間の志を私は無にしていいのだろうか。だが、女は医者になることはできない。いや、本当になれないのか。いつかなれるようになるかもしれない。 時代は変わるのだ。深町先生のところに妙な助手が来たと長屋の人々が言うようになった。あの男女だろなんだってあんなの雇うんだろどうせなら小綺麗な女中でもおきゃいいのに。いい女、雇う金がないんだろうよ。 それなら私だって手伝いに行くのに。おやおめえ、あの先生に気があるのかいと、しばらくやかましかったが、ためおは黙々と働いた。重病人を背負って運んだり、年寄りを風呂に入れたり、力仕事を軽々とこなすので、近所の人もいつか彼女を頼もしく思うようになった。 両平も、はじめはこの弟子を連れて歩くのが恥ずかしかった。男になると言って彼女は頭を剃ってしまった。つるつる頭で帰って目立つので頭巾をかぶらせた。しかし、ためおは素晴らしい助手であった。危険な手術の時も沈着冷静に気を配るので、 両平の方が助けられることがあった。ひどい幹部や吐き気のするような傷口にも目を背けることなく落ち着いて処置をした。なんと着物座った女だろうと両平は密かに感嘆したが、そんな気持ちをうまく口に出して言うことはできなかった。文政十一年。 1828年、シーボルト事件があった。本所万馬町に伊藤玄木が最初の西洋医学の委員を開いた。両兵も西洋医学を学びたいという焦りを感じた。翌、文政12年、神田佐久間町から出火して37万件が焼けるという大火があった。 両平もお茶の水の仮小屋に詰めて、不眠不休で火傷や怪我人の治療に当たった。ためおも一緒だった。風が流行り、焼け出された人々を襲った。高熱で倒れる者も,も出た。めまいがして両平は座り込んだ。頭が重かった。やられたと彼は思った。 意識がぼんやりしてきた。先生と叫び声がした。誰かに抱きかかえられるのを感じたが気を失った。気がつくと寝かされていてタめおが先生しっかりしてくださいと泣きながら冷たい手ぬぐいで彼の顔を拭いていた。熱が下がったらしく気分が良くなっていた。 おや、ためを、どうしたんだいよかった、気がついて。なんで泣いているんだ珍しいね。いつも落ち着いているお前が。急に先生が倒れてびっくりしてしまって。よかった、さっきの薬が効いたんですね。でも、 泣いちゃいけませんか私はそんなに心のない女なんでしょうかいやいつも私なんかよりずっとしっかりしているからさ。ためおは寂しげに笑った。その顔が赤かった。もしかしたらお前も熱があるんじゃないか大丈夫です。いや、大丈夫じゃない。 薬を飲んで少し寝なさい。気が抜けたのか彼女は急にぐったりした。その夜、タメオはコンコンと眠った。両平は起きてまだ少しふらふらしたが他の小屋の病人を見回った。戻ってくるとタメオも目を覚ましていた。 両平は薬糖を茶碗に注ぐと彼女にすすめた。二人は薬湯をすすった。暖かさが体に染み渡り、胸に固まっていたものが溶けてくるかのようであった。物心ついてから寝込んだのは初めて、と多面がはにかんだように言った。そうか、丈夫だったんだな。 ええー、丈夫すぎて可愛げがないと言われてました。いいことじゃないか。そうでしょうか。先生、私は可愛げのない、心のない女なんでしょうか。そんなことはない。お前が病人や弱い人たちに優しい心を持っていることは誰より私が知っている。ただ、 いつでも落ち着いていて羨ましいくらいだ。そう言われると辛いんです。落ち着きすぎている可愛げがないといつも言われてきました。ねえ、ためを。どうして医者になりたいと思ったか、もしよかったら話してみないか。いつか聞いてみようと思っていたんだ。 そうですね。とても恥ずかしい話ですが、先生に聞いてもらいましょう。私は男みたいだ。可愛いがない。恐ろしい女だ。と言われて捨てられました。だから男になろうと思ったのです。私は富田の将、高月氏の生まれです。 江戸に比べるとずいぶん田舎でそこを走り回っていた私は真っ黒に日焼けして背も伸びてたくましく育ちました。同い年の男の子たちと喧嘩をしても負けたことはありませんでした。それでも年頃になると人並みに恋をしました。隣の里の別荘に来ていた都育ちの 青白い顔をした若者でした。野育ちの娘はそんな正反対な相手に憧れるのでしょう。男も私を物珍しいと思ったようでした。夜になると一時もある暗い道を男ではなく女の私が忍んで通うのです。恋に目がくらんでいるせいでしょうか、私は怖いもの知らずでした。 寂しい畑道を行き、途中で森を抜けます。その森の中に小さなお宮があり、いつもは誰もいないのですが、ある夜、その階段に人影が見えます。よく見ると、最近この村にやってきた小時期でした。二人の目が合います。その目は、私を、 夜になると辺りを走り回る獣でも見るようにぼんやりと見ていました。幽霊や化け物が出ると言って村の人は誰も夜中に外に出ません。私は平気で毎晩真っ暗な道を走るように通ってあの男に会っていました。男はよくそんな道を通ることができると 私を抱きながら身震いするのです。私は彼を脅かすのが楽しいので、頭をかすめていったコウモリや鳥の鋭い鳴き声などの話をするのです。そんなある夜のことでした。森の宮を通った時、いつもそこにじっと座っている小敷の姿が見えませんでした。 そのことを気にもせずに境内を抜け、森の外れの小川に差し掛かりました。細い板橋を渡ろうとしたとき、何か黒いものがそこにうずくまっていて、それをまたごうとしたのですが、うっかり踏んづけてしまいました。何かぐにゃっとした感触でしたが、降りようとしたとき、私の着物の裾が引っかかったので、 足で振り払って外しました。見ると、あの小敷きが橋の上に横たわっていて、私の裾に噛みついていたのでした。触ってみると、死んでこちこちになっていました。かわいそうに、何かの病気だったのでしょう。苦しくなって、誰かに助けを求めて、ここまで這ってきたのでしょうか。 残念だが、もう私にしてやれることはないと思って、そのまま通り過ぎました。しばらく行ってから、ふと私は気になり出しました。なぜ死人が私の裾に噛みついたのだろうもしかして、まだ生きているのだろうかそんなことを考えていると、前へ進めなくなり、 もう一度引き返してみようと思いました。私はなぜ引き返したのでしょうかもし生きていたら助けなければと思ったからでしょうかそれとも、なぜ死人が噛みつくのかを確かめたいという好奇心でしょうか自分でもよくわからないのです。本当に変な性格で、 嫌になります。我慢できなくて戻ってみました。あの男はそのまま橋の上に横たわっています。触ってみましたが、やはり死んでいるようです。おかしい。なんで死人が裾をくわえたりするんだろう、と思って着物の橋を口に入れてみましたが、 口は開いたままです。ふと、さっきのように足で男の胸を踏んでみました。すると、口が閉まって裾をくわえます。足をどけると、口が開いて外れました。なんだ、そうか。死人が噛みついているのではなく、胸を押すと、口が閉まるというだけのことだ。 私は妙に納得し、すっかり気が済んだので、そこを離れ、遅れてしまったので、走るように好きな男のところへ向かったのでした。そうか。それにしても大した度胸だね。真夜中に一人で森を通って、死人にも驚かないんだから。死んだ人は怖くありません。 何もしませんもの。でも、普通の人はそうじゃない。夜を怖がるものさ。やっぱり、私はおかしいんでしょうかいや、そうじゃない。知らないものをわけもなく怖がったりしないだけだ。疑問に思ったことを最後まで確かめようとする。そこがお前の素晴らしいところさ。 そう言っていただけるのですね。誰だって感心するさ。いえ、誰でもそう思うとは限りません。私はそのことがわからないほどおるかだったのです。自分が興味を持つことは相手もそうだろうと思っていたのです。その人はお前の話を喜ばなかったんだね。 ええー、そうです。その時、随分遅くなってしまって、あの人はイライラしながら待っていました。どうしたんだ、というので、私は死人のことも得意になって話してしまったのです。本当におるかでした。すると顔色が変わりました。恐ろしい女だ。女にあるまじきことだ。 気持ちが悪いというのです。あげくに死人に触って汚れているから自分に近寄るな。帰ってくれ。もう会いたくないとまで言われて。私はしようしようとまた夜道を帰って行きました。それきり私の恋は終わってしまったのです。お前は女らしいところがない。 とと言われたたことが痛く響きました私は女じゃない。女らしいところがない。それから私は男になろうと決心したのです。男の身なりをして髪を切り、男のように力仕事をしました。大工の手伝いをして柱を立てているとき、先日の事故がありました。 先生が人が目を背けるような怪我人を落ち着いて治療されているのを見て、私もその仕事がしたいと思ったのです。死人を怖がらない男のような私に向いているかもしれないという気がしたのです。そうだったのか。それで医者になりたいと思ったのか。 怖いと言って逃げるのでは、いつまでも問題は片付かない。お前のように疑問を追求する勇気を、私は好きだ。杉田玄白先生は死体を解剖して医学を新しくした。お前の勇気を、私は貴重なものだと思っている。答えはなかった。 振り向くと、タめオは座ったまま眠り込んでいた。埃りと汗と涙で顔に筋がついていた。 雲の広し江戸物語シリーズでは、各々の物語の背景を解説する文がついています。とても興味深いので、合わせてお楽しみください。肝太き女。江戸の怪談集、殿のいさの中に、女は天性肝太きことという話があり、 夜中に恋人の元に通う女が死人を見てまたごうとしたとき裾に食いつかれその訳を冷静に調べたことが記されている。女は恋人に死人に出会ったことを詳しく話して帰って怖い女だと思われて捨てられたというのである。この話への教訓として女はもともと 男よりも肝が太いのだ。しかし、それを隠しているのが女らしくていいのだ、という。虫などを見て、キャー、怖い、などと言って見せるのが可愛いのだ、というわけである。江戸の階段に、しばしば強い女が出てくるのも、男たちが、もしかしたら女の方が大胆で、 男は臆病なのかもしれないと密かに思っていたからだろうか「女医師」「近代の女医の草分けは荻野銀子1851年から1913年と言われる」「明治になっても医学校は女性の入学をなかなか認めず」 また、医師の免許も女性には困難であった。荻野は医師の門を女性にも解放するように運動を続けている。江戸時代には医師は男性の職業であった。正式には認められていなかったが、女性は全く医術に関わらなかったわけではない。三馬はその名の通り女性であったし、 医師の手伝いをしていた女性が多くいたようである。男の医師に見てもらうのを嫌がる女性もいたから、それらの女性女子たちが女性の治療に当たっていたと考えられる。しかし、彼女たちの名はほとんど歴史に残っていない。女医師への偏見は、明治になってもしばらく続いていたようである。 朗読劇場「友達座」では海野博先生の特別の許可を得て江戸シリーズの楽しい作品の数々を朗読でお届けしようと考えておりますでは次の作品をお楽しみに